資産運用参考例池ちゃんの場合です。今回は SBI 証券で南アフリカランドの FX の例をご紹介します。口座管理の画面で見てみますと、ホライズントラスト南アフリカランドというのを保有してまして、現在の取得がこれ 0.01 かけるらしいんですけども、 39,937.1 ランドになっています。それで購入した時のレートが 10.9 円で買ってるんで、かなり高額な時に買ってます。それで現在の評価額を見てみると328,282円となっています。実際買った時は338,023円で買ってますので、まだ1万円ぐらい不足してるんですけど、ここはマイナス107,032円となってるんです。これはちょっといろいろ計算上ややこしいことがあるようなんで、このこれが実際の損益ではありません。というのは、配当がつきますんで、配当がついてこの株数が増えてますんで、円換算評価損益で見てみるとマイナス107,032円となってますけども、これは実際の損金額ではなくてちょっとややこしいんですけども、配当がつきますのでこのランドの株数は増えてます。増えてるので実際の損益は投資額に対して今1万円ぐらいマイナスになってますけども、もう少し様子を見て、この投資初期額より上がったら換金しようと思っています。私の方針としては当たり前ですけども、下がっている時に買って上がったら売るんですけども、目標値を決めて そこへ来るまでは絶対の何も動かさないというのを原則してますので、今まで株とかいろんなことやってきましたけども損益を出したことはありません。ネットではよく大儲けしたというような話が載ってますけども、そういう美味しい話は絶対ないので、私の場合は 3% から 5% 利益が出た時には換金するというふうに目標を決めて、そういう数値管理をしてますので、今まで損金を出したことはありません。ぜひ参考にしてください。